今日もギターを持って駆けつけていただきました大森さんです。お願いします。滝野川に住んでいる大森です。介護の仕事をしていまして、今日は職場から直接来ました。多分話された方いらっしゃると思うんですけど、この12月6日というのは3年前ですかね、秘密保護法が標高で採決された日でして、でその時から、僕ら歌声はちょっと前からある歌ではあるんですが、自由よという曲を秘密保護法に反対するソングの一つとして続けて歌っています。その曲を歌いたいと思います。ございます。王子駅ご通行中の皆さん、私たちは能書企画